えー、こんばんは。えー、農家との編集でお送りしてます。1分間とか今日も情熱草チャンネルのニュースのトラガオから、えー、お送りしていきたいと思います。えー、ロシアカウントだ。えー、ロシア軍のハルキュー攻略は完全失敗。 この欧州各国の軍事支援、軍事援助が続々決定の中、かつ、角度額は一定の効果値をクエスチョンでですね。ハルキュー、焦ってますね。この大失敗してますね。そういう徒歩、機械化、一気にこの進行じゃなくて、この徒歩でということで完全に失敗してますね。ウクライナ軍は完全に察知して、これを抑えてますね。この 特に西側がこの支援ですね、えー、この縛りをかけて、えー、ロシアあ領内に使えないということで特に、えー、ると攻めてくると分かっていてなかなかこの、えー、先に、えー、このそこを作戦地を攻撃することはできませんけど、えー、この西側、四国特にスウェーデンと頑張ってますね。えー、またこの、えーえー ロシアは核を使う使ううと言ってて脅してますね、えー、でもウクライナ西側頑張ってますので今までそういう,うこの、えー、この,この、えーですね、レオパルトそして、えー、エイタクムスハイマースいろいろとこの F16 といろいろこの,この、えー、クルミハント攻撃というこの時にもロ、えー、シアは核同格してますけど、えー、今まで実行されたことないですね、はい、そういうことに、えー、覚えずに。 ウクライナ頑張ってほしいと思います。このマサート、ウクライナ応援しています。ウクライナの完全な主権の回復ですね。はい。プーチンをこのロシア軍を追い出して、この絶対にこのプーチンが始めたこの力、武力による現状変更は許せるものではありません。ウクライナ栄エコアレ、マサートです。最後にまた確認して終わりたいと思います。ジョネツカ3人のニュースのトラウからロシアカウントダウン、ロシア軍のハルキー、 攻略は完全失敗。 えー、この欧州各国の軍事支援援助が、えー、続々決定の中、えー、各どうつはあ一定の効果ということで、えー、効果かクエスチョンですね、えー、引き続き情熱塚チャンネルのニュースの動画をウォッチングしていきたい,、ま、してい,きたいと思います、えー。短くなりますけどなりましたけど、このマサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いします。また最初学びたいというお友達も募集していますので、よろしくお願いします。次回の1分間予告でお会いいたしましょう。マスしたでシシシシンすパッョプレャャャロロロムシャロムム